やってることは下道なのになぜか愛されるキャラ。アニータ殺学。アニメや漫画を見ていると、こいつクズなのにめっちゃ愛されてね。という愛され下道キャラを目にすることがよくあります。そんな下道たちは、息子を復讐の道具に利用した挙句、息子を裏切って逃げようとしたクソ親父であったり、無残に散っていく人間を見て、見ろ、人がゴミのようだ、と吐き捨てるガチ下道であったりと、様々です。というわけで本日は、やってることは下道なのになぜか愛されるキャラランキングを見ていきたいと思います。なお本ランキングは、本チャンネルで実施したアンケートの投票結果及びコメント欄の反応をもとに、順位付けした結果で見ていきたいと思います。投票総数 4.2 万票、総コメント数648件。皆様たくさんの投票&コメントありがとうございます。詳細が気になる方はぜひコミュニティも覗いていってください。また本ランキングはいろいろな作品を紹介するため1作につき1キャラまでのノミネートとさせていただきます。それではスタート。はじめジョジョの奇妙な冒険チョコラータ。まずはじめランクインしたのはギャング組織パッションでボス直属の親衛隊であり、一目見ただけで分かるほどにその下世が顔ににじみ出ているチョコラータ。組織に所属する前はとある病院に勤めており、患者にわざと病気と診断して健康なのに手術をしたり、麻酔をわざと弱くして手術の途中に目覚めさせて地獄を見せたりと、人の死や痛みを観察することで知的好奇心を満たすキラヨシカゲに並ぶほどの正真正銘のサイコマン。その好奇心を満たすためならば町の住民を全滅させることさえ厭わず、作中では自身のスターの能力グリーンデイを使い広範囲に渡り殺人神を散布し、町中を恐怖で包み込んだ。人間に本来あるはずの罪悪感という感情が全くもって感じられないジョジョシリーズでも1位2位を争うゲスキャラで、ここまで振り切っていると逆に好きだという意見も上がると思い投票項目に加えたのだが、集まった票数はたったの 3%。 コメント欄でもチョコロータに同情はできん、チョコロータは論外で草、チョコロータって言うほど愛されキャラ枠に入ってるかといった否定的なコメントが多々見られ、シンプルに好かれていなかったことが判明したため、この順位とした。第11位怪獣班長。 TI グループの建設する地下王国のイーハンを担当する親父で、一部の怪獣ファンからもはや宗教じみた人気を誇っているのだが、 TI と結託し市場で仕入れた嗜好品を地下労働者にありえない値段で売りつけぼったくったり、地下王国の一番の娯楽である地下チンチロリンでイカサマサイコロシゴロサイを使い労働者から金を巻き上げたりと、一見痩せそうなその見た目とは裏腹にやってることは下道そのもの。怪獣にイカサマを見破られた際の見苦しさは読者間では伝説となっており、そのゴミすぎる性格のせいで誰にも助けてもらえずに焦りまくる班長の姿はまさに愛すべきバカならぬ愛すべきゴミ。このイカサマはたちまち地下王国中に広まり、 TI からも利用価値なしと判断された班長は肩の腱鞘がなくなっていたことから、おそらくキラ労働者に降格されたのではと考察されている。本編での登場は少ないものの、スピンオフ作品1日外出力班長にてまさかの主役に抜擢。1日外出券を使い満面の笑みで地上を楽しむ班長にギャップ萌えした怪獣ファンは数知れず、今や作中屈指の人気キャラにまで成り上がっている。コメント欄で注目を集めて見事ランクイン。第10位キングダム歓喜。モーゴーの副将であり化け物と恐れられる戦の超天才、同じく副将の王戦と合わせて真の6将軍にも並ぶ実力者とされており、一応主人公サイドの人間ではあるものの、その性格は冷徹そのもので、敵軍への明らかにやりすぎな拷問やシンプルな殺戮を何の躊躇もなく平然と行っており、その行為は間違いなく下道の名にふさわしい残虐なものなのだが、やはり彼の魅力は見た者全てを魅了する圧倒的なまでのカリスマ性、部下にも絶大な信頼を抱かれており、仲間の不安を一瞬にして払拭する歓喜の名言。心配すんなライド、全部うまくいく。その彼の言葉に魅了され、やっていることは完全に終わっているのに読者からの人気はうなぎ登り。第1回名言総選挙というキングダムの読者による投票企画では、この歓喜の名言が見事第一に輝いたり、 YouTuber のヒカリさんが出版した書籍のタイトルにこの名言が採用されていたりと、歓喜を崇拝する読者は5万と存在する。コメント欄でも歓喜は残虐だけどあのカリスマ性はすごいし頼もしいんだよなと注目を集めるも、投票では全体の 7% といまいち票が集まらず、上には上がいたためこの順位とした。第9位グランドセフトオート5ドライバー。世界中でプレイヤーが存在するロックスターゲームズが制作するオープンワールドアクションゲームグランドセフトオート5にて主人公の一人として登場するおじさんマイケルのかつての強盗仲間で、その性格はグラセフシリーズの主人公の中でもズバ抜けていかれており、人格破綻、気違い、中年親父というとても主人公とは思えないキャラ設定が印象的。特に初登場の際の怒り具合は半端なく、アシュリーとアッチ系の行為をしていたトレバーはアシュリーの元彼であり過去作の主人公だったジョニーに詰め寄られるも逆切りしてジョニーを殴り倒し、ビール瓶を頭に叩きつけ言葉にならないほど残虐な方法で殺害。もはや怒れているという言葉で片付けてはいけないほどの下道だが、その行き過ぎたぶっ飛び具合はここまで来ると逆に気持ちがいいとプレイヤーからは大絶賛。マイケルやフランクリンなど仲間に対しては非常に義理深かったり、女性に恋をしてしまった際には高校生のようにピュアな一面を見せたり、ママには全然頭が上がらなかったりと萌えポイントも盛りだくさんなのが人気の秘訣でしょうか。コメント欄で注目を集めて見事ランクイン。第8位鋼の錬金術師エンビ。続いてランクインしたのは人造人間ホメンクルスの一人であり、作中にて数々の残虐行為を繰り返した生粋の下道エンビ。なんとの大罪の一つである嫉妬の名を冠するホメンクルスで、中学生かのような小柄で華奢な体格からは想像できないが、ラスト曰く仲間内で一番えげつないと称されるほどに、その性格は狡猾そのもの、首がへし折りそうになるほどに人間を見下し、ゴミ虫虫けらといった罵詈雑言を浴びせるその姿はまるで悪口を覚えたばかりの幼稚園児であるが、エンビの能力である擬態能力は非常に厄介で、作中ではこの能力を使いマウスヒューズを動揺させピストルで射殺、作中一番の成人であったヒューズを手にかけたことにより未だにエンビを恨
恨み続ける早がり印象者も多いが、すがすがしいほどに残忍なそのキャラクター性と一部の層にぶっ刺さりそうな中性的な見た目に加えて、作中におけるエンビーの重要性も高く、キャラ人気投票ではホムンクルスたちの中では唯一全4回中全ての投票でトップ10以内にノミネート。中でも第2回では不動のヒロインであるウィンリーと自らが手にかけたヒューズを上回り、まさかの第5位にノミネートされるという予想外の人気っぷりを見せつけている。コメント欄で注目を集めて見事ランクイン。第7位ブリーチ、クローズとしてマイリー、皇帝13対12番隊隊長、そして技術界初企画2代目局長であるクローズとしてマイリーは隊長としての表の顔とは裏腹にとんでもなく残忍な一面を隠し持った恐怖のマッドサイエンティスト。この男にはもはや倫理観という概念はなく、非道な人体実験を繰り返し自分の大使たちを平気で利用する姿は完全に頭のネジが外れた最高枠だが、回が進んでいくにつれその言うのっぷりが明らかになっていき、下道なことには変わりないが、なんでかんだ頼もしい頼れるけどという新たなポジションを確立。後半に進むにつれやたらとボロが出始める。5体13体メンバーの中でもほとんどやらかすことがなかったため、読者からの評判も非常に高く、戦闘能力は低いながらも相手の手の内を徹底的に調べ上げ、完璧な対策をした上で戦いと赴き勝利するその姿は紛れもなく強者で、彼の成績は1打戦を除いて全て白星。ザエル・アポロとの戦いで完全勝利をした後に心臓を貫き、その痛みを何百年にもわたって感じさせるという身の毛もよだつ怖すぎる方法で勝利するその姿は全ブリッジファンを戦慄させた。コメント欄でもあの見た目で味方で隊長をやってるのはギャップ萌えと注目を集めて見事ランクイン。鬼滅の刃無限上編のネタバレがあります、ご注意ください。第6位鬼滅の刃ドーマ、鬼舞辻無惨が従える鬼の中でも特に強力な12鬼月の上限の2に君臨する作中最強格の鬼で、女性を食べた方が強くなるという理由で女性の目を狙って食べまくり、上限の6である牛太郎と妲己を鬼へと変えた張本人。牛太郎たちの回想シーンでは優しげな顔をしながら女性の生首を小脇に抱え登場し、読者を震え上がらせたと思ったら、無限長編ではみんな大好き胡蝶忍と対峙し、血気術でじわじわとダメージを与えて肩から肺にかけてを切り裂き、最終的には忍さんの体を抱きしめながら全身を折り砕いて殺害し、その身に吸収。すがすがしいほどのゲドっぷりと忍さんを殺された怒りに打ち震えた読者も多いのだが、それに加えてこのドーマという鬼は鬼滅の刃の鬼にありがちな悲しい過去的なバックストーリーが一切なく、その性格は人間時代からすでに終わっている、全く同情の余地もなく共感もできない悪そのものなのだが、無駄にイケメンなそのルックスと氷を操って戦う中二心くすぐる戦闘スタイル。そしてアニメ版では声優宮野真央さんのボイスによってその魅力が最大限に引き出され、鬼の中でもトップクラスの人気を誇っている。コメント欄で注目を集めて見事ランクイン。第5位ドラゴンボール Z パラガス、フリーザの魔の手から生き残った数少ないサイヤ人、その昔グロリーの異常なまでの戦闘力を恐れ、親子もろとも追放したベジータ後に息子を利用し復讐することを決意する。制御装置を使いグロリーを自由自在に操るパラガスは全宇宙を支配できると豪語し、王の息子であるベジータが地球に移住していたことを知り、ベジータを新惑星ベジータへと招き、近々その星に衝突するグモリー彗星との爆発に巻き込み抹殺しようと計画。復讐するに値するほどの動機があるものの、息子を完全に道具として育て上げたり、他の惑星の住人を拉致して奴隷として働かせたりとやってることは完全なるけど、それにもかかわらず彼を崇拝するドラゴンボールファンは多く、その理由はやはり圧倒的なネタ要素の多さ。作中で馳せられたセリフはもはやほぼ全てがネタセリフとなっており、やはり一番面白かったのは計画が完全に破綻し自身の手にも負えなくなったブロリーから逃れるため、パラガスは惑星から脱出しようと試みるが、そこにブロリーが現れ、どこへ行くんだと尋ねられた結果、お前と一緒に避難する準備だと一人用ポットに乗っ取りにもかかわらずバレバレの嘘をついた結果、裏切り者認定されポットごと握りつぶされてグモリー彗星めがけて投げ飛ばされるシーン。そのクズっぷりと面白すぎる言動に一部の熱烈なパラガス信者からのコメントが多く見られ、見事ランクイン。第4位メイドインアビスボンドルド、続いてランクインしたのは生ける伝説白笛の一人である黎明教ボンドルド。仮面をかぶって素顔を隠しロボットのような見た目をした謎めいた人物で、アビスの全てを解き明かすため研究に励み、いくつもの偉業を成し遂げ人類のアビス攻略への道を一気に推し進めた正真正銘の偉人。しかしその本性は人間性という概念が一切存在しない下道中の下道で、研究のためなら法律も他人の気持ちも他人の命も全くためらうことなく利用する。そしてこの下道さと優秀さを兼ね備えたボンドルドが発明した人の心がなさすぎるアビスの対策アイテムカートリッジは、装備するとアビスの上昇負荷を受けなくなるという画期的なアイテムで、さすがボンドルドだと言わんばかりの神発明かと思いきや、その製造方法は人間の子供から脳みそ脊髄最低限の臓器以外を全て削ぎ落として箱に詰めるというもので、カートリッジにされた子供が上昇負荷を肩代わりし装着者が上昇負荷を受けないという仕組みであった。さらに怖いのがボンドルド自身はこのことに何の悪意も罪悪感もなく、全ては人類のためだと信じ込んでいるところ、最高すぎるその性格にドン引きした視聴者も少なくないが、その人類への貢献度の高さや子供たちに愛情を注ぐパパの一面、作品を象徴するキャラクターであることからアンチも多いが、信者の数もまた多く人気投票では堂々の1位を獲得。コメント欄でもボンドルドを崇拝する者たちからの意見が多く寄せられ、見事ランクイン。天聖天空の城ラピュタムスカ大佐、飛行石を探索する任務を受けた特命機関の所属で若くして大佐まで昇進したエリートなのだが、その性格は目的のためならば仲間すら裏切る冷酷極まりない一面を持ち、ジブリ作品では珍しい共感や同情する余地が全くないガチゲド。シータの髪を引っ張ったり顔を叩いたりと女性に対しても平気で暴力を振るい、墜落するゴリアテや兵士たちを見て見ろ人がゴミのようだと吐き捨てたりと冷酷非道な言動を繰り返したムスカだったが、なぜここまでのゲローが爆発的な人気を誇るまでになり上がったのか、それはやはり SNS を中心としたネタ動画の数々だろう。インターネット黎明期から数々なオートマットや映像マットが投稿されており、個人的なお気に入りは動くメモ帳に投稿されたドナルド vs ムスカ大佐。ドナルドのランランルーでムスカ大佐の目が破壊され、ハンバーガーに挟まれたムスカ大佐が爆発しドナルドが勝利するという謎動画なのだが、その中毒性に当時多くのネット民が魅了された。投票では全体の 38% の票数を獲得し、コメント欄でも見ろ人がゴミのようだというヤバい発言をミームに変えるムスカはさすがと注目
かすめて見事にランクイン。第2位、仮面ライダーエグゼイド、ダンクロト。続いてランクインしたのは、最近ランクインしすぎて、もう喋るネタが尽きかけている、ダンクロト。アニタの直近の動画、ネタにされているが、実はめちゃ強いキャラ、奇跡の復活を遂げたキャラ、などでランクインを果たし、最近やたらとこのキャラを解説する機会が多いのだが、ライダーファンからの異常な人気により、幾度となくコメント欄での話題をかっさらい、本ランキングにも堂々の登場。しかしこの男、その圧倒的な人気とは裏腹に、やっていることは、何の擁護もできないレベルの下道で、5年前にゼロデイを引き起こし、第3次を招いた全ての悪の根源。なのにもかかわらず、その残虐な本性をそのまま表したような顔芸や、土管から復活する際の演出、変身する際の効果音をセルフで再現したりと、数え切れないほどの名シーンにより、全ての元凶なのにもかかわらず、伝説的な人気を誇っている。我々は忘れていた、この男が全ての悪の根源であることを、とエグゼイドの CM で語られていたりと、その中毒性抜群の面白さで、全ての悪行を長期進している。コメント欄で注目を集めて、見事ランクイン。第1位、呪術廻戦、伏黒杜氏。見事第1位に輝いたのは、天与の暴君と呼ばれ、その圧倒的なフィジカルで、術師を殺しまくった男、伏黒杜氏。開局、緑茶禅のラスボスとして、高専時代の五条悟と、ゲドスグルの前に、最強の敵として立ちふさがった人物で、天与呪縛により強化された、肉体による驚異的な身体能力を生かした戦闘で、呪具さえあれば、特級呪霊すら余裕で払うことが可能で、術師相手にも無類の強さを発揮。作中では、その実力と練り込まれた対策により、なんと五条悟に勝利するという歴史的快挙を達成したかと思えば、五条とゲドが護衛していた、成長体の少女、アマナリコまでも、頭部を撃って殺害。その際のアニメ版の演出も相まってか、伏黒当時の顔を見ただけで、例のトラウマシーンを思い出す視聴者も少なくはない。その後、覚醒した五条とリマッチし、挙式紫で左半身を消し飛ばされ敗北。普通しでかしたことを考えると、同情の余地などない悪役なのだが、彼の死を惜しむファンの声が多く見られた。やはりこの男の魅力は、五条すら倒してしまった圧倒的な実力に、かっこよすぎる小安ボイス、そしてわずかに感じられた恵みの愛情だろう。そのムキムキフィジカルと呪具を駆使した戦いは、術式を使っての戦闘がスタンダードな本作において一線を画しており、伏黒当時ならではのスピード感あふれる不迫力な戦闘に魅了された呪術読者は数知れず、そして恵みと対峙した際に、息子が善意家ではないことに安心し、よかったなと心の底から安堵し、自害するという親心を見せたことで、これまでの非道な行いを見事に相殺し、トップクラスの人気キャラに上り詰めている。投票では全体の半数以上となる 52% もの票数を獲得し、コメント欄でも俺だろと主張するパパクロアイコンの視聴者からのコメントが寄せられていた。見事第1位にランクイン。いかがでしたでしょうか。本編では紹介できませんでしたが、ポケモンの榊、トイストーリーのロッツォ、ヘルシングの少佐、スクールデイズの伊藤誠などもコメントが寄せられていました。皆様たくさんの投票&コメントありがとうございます。このようにアンケート結果を元にしたランキング動画を今後も作成していきますので、リクエストがある方はぜひコメント欄で教えてください。最もさせたリクエストはコメントを固定させていただきます。また新サブチャンネルも始動しましたので、ぜひ動画概要欄より遊びに来てください。それじゃあまたね、バイバイ。